ながら入ってくる。決まった、先制水戸。まあこういうことですよね、ワンチャンスを水戸がものにする、はい、決まったのは、決めたのは福井か、はい、福井選手足つりながらね、はい、ゴール決めましたけど、おそらく福井選手と変わるんじゃないですか、今選手は、うん、違いますかね。リプレーです。まあ前に入って、下本から来たボール、まあ、うまいヘディングでしたけど、今選手は10番の佐藤和弘選手と変わりますけど、はい、これナイスゴールでしたね。